今回の目次はこちらです。で、高須克弥委員長が中心となった大村知事リコール運動については、その署名に不正があったんじゃないのかということで世間を賑わせていますね。そしてそんな高須委員長について、報道を前提に責任を追及する声も少なくないですね。まあそんな声はもっともなものも多いですが、まあそれに乗じてアホなことを発言する国会議員もいて困ったものです。皆さんこんにちは、ハンニャです。本日は3月の1日ですね。で、先にこの動画の結論を申し上げると、なんでものを批判するときにいろんなことを混ぜるんだ、国会議員であるのになぜ国民の権利を不当に制限したがるんだ、この親父ということになります。で、この動画では2月26日の立憲の元国務大臣が高須克弥さんの運動について批評した発言を見て、その発言がいかに不当であるか、そのことをね、示していこうと思いますので、最後までお楽しみください。そしてぜひともご感想をコメント欄に書いていってください。できるだけね、返信をしていきたいと思いますので。ではまずはこちらの記事をご紹介いたしましょう。こちらは熊本日日新聞の2月27日の社説ですね。見出しはリコール署名偽造、全容解明し責任の追及をですね。以下一部引用です。大村愛知県知事のリコール運動をめぐる不正署名問題で、名古屋市の広告関連会社が運動団体の指示でアルバイトを動員し、佐賀県内で大量の署名を偽造した疑いが浮上している。この問題では、昨年11月に愛知県選挙管理委員会に提出された約43万5千人分の署名の8割超に不正が疑われ、無効と判断されている。大規模な組織的不正だとすれば、民主主義の根幹を揺るがす前代未聞の事態だ。県選管の告発を受けた県警は、広告関連会社の社長から事情を聞くなどして、地方自治法違反の疑いで捜査を進めている。誰が何のために大量の偽造署名を指示したのか、全容を明らかにし責任を追及してほしい。河村市長も関与を否定しているが、自身の事務所で管理している約3万人分の名簿を事務局に提供するなど、影響力のある公職者の立場で積極的に運動を支援している。市民が納得いく説明責任を果たす必要がある。大量の偽造署名は住民の意思で地方自治体の主張を解釈できるという直接民主性への信頼を失墜させない重大な事案だ。真相がうやむやになればリコール制度自体に汚点を残しかねない。組織的関与があった可能性は高く、今後は県警の捜査が焦点になる。悪質な違法行為の再発を防ぐためにも、徹底した捜査で責任の所在を明確にしてもらいたい。以上ですね。で、まあ、社説ですから、そこまで厳密に書かれてない気はしますが、現在報道などで伝わっている大筋は現状としてこんな感じでしょう。でね、そもそも高須さんが中心となって行われたリコール運動については、本来80万票以上集める必要があったわけですが、運動側が期限までに集められたのはわずか40万票ほど。しかし、それも選管に提出された結果、そのうち約8割が無効票ということで、組織的な犯罪、組織的な不正が疑われているわけですよね。一部には、リコール運動を邪魔したい人たちの陰謀説なども取り沙汰されていますが、正直言って、現状はそれは無理がある気がしますね、私は。まあ、自然なストーリーとしては、高須さんが知っていたかどうかは別にして、リコール運動側の人間が何らかの意図で不正に票数を水増しするために、まあ、不正を働いたんじゃないのか。まあ、そういうことですよね。でね、そもそも本来であるならば、必要な得票数に今回全然ね、全く届かなかったために、チェックされるはずのなかった署名なんですが、内部告発などがあった関係で署名のチェックがなされ、まあ、そこで同一人物の筆跡と思われる署名がたくさん出てきて、ということですよね。で、まあ私はですね、以前動画を作った際に、ジャーナリストの津田大介さんが、11月の7日に、まあこのようなツイートをしてるんですね。以下引用です。中止はいいんですが、集めた43万5千人の署名、複数の選管から同じ筆跡の署名が大量にあるという報告があったり、署名してないのに自分の名前が入っていたという報告も聞こえてきて、まあこのように、津田大介さんが、11月7日に発表していることについては意味がよくわかりませんね。なぜなら、集められた署名が提出されたのは11月4日ですが、津田さんは11月7日にこのようなツイートをしている。まあ、すなわち、署名提出のわずか3日後に、署名していないのに自分の名前の署名があると、どうやって確認したのか。そしてなぜ選管が当時、職権で、すなわち、
選挙管理委員会自らの意思で調査をし始めたのか、そして選管が一体誰に対して報告したのか、リコール運動についての問題点とは別に、私は未だにジャーナリストとして津田さんはご自身の発言について説明された方が誤解を生まずに済むと思いますけどね。まあ、とはいえ現在はこのリコール運動の署名の大半が不正のものであるということはほぼ間違いなさそうであり、熊本日日新聞の社説のように、まあ、この件は徹底的に捜査されるべきであって、少なくても大村知事側、高津克也さん側の双方が真相究明を求めていると発表している状況ですから、まあ、捜査の結果をね待っていきたいと思います。まあ、そんな中、立憲民主党の衆議院議員で元環境副大臣である生方幸夫議員が結構恐ろしい発言をしていますね。こちらは2月26日午後4時33分のツイートですね。以下引用です。自分の気に食わない考えを持った知事をリコールする、これだけでもアウトだが、偽の証明を集めて提出するという前代未聞の愚行、誰かが行った。署名を主導したのは市長と著名医師、民主主義を破壊した首謀者はきちっと解明されなければならない、生方幸夫。以上ですね。でね、後半の部分はその通りですよ。そもそもリコール制度とは住民自治の補完という役割があって、民主主義に基づくものであります。まあ、したがってその証明に不正が大量にあったとするならば、これは非常に問題であって、まあ、よってね、事件は解明すべきですよ。これは間違いない。しかし、自分の気に食わない考えを持った知事をリコールする、これだけでもアウトだが、というこの部分の発言、これは生方議員がアウトでしょう。そもそもリコール制度というのは、署名が必要数集まった後に、その後に実際の解職に関する住民投票が行われます。要するに、リコール運動で集めた署名によって、直ちに解職になるわけではなくて、その後にまだ解職を決める住民投票が待ってるんですね。そしてそのどちらについても、現職の行為の違法性を考えるものではなくて、あくまでもその職の地位にふさわしいかどうかを判断するだけなんですよ。例えば皆さんも記憶に新しいかもしれませんが、2020年12月には群馬県草津町において、町長からの性被害を告発した荒井町議がリコール制度によって解職に追いやられましたが、これも別に荒井さんが違法行為を行ったからという話ではありません。現にですね、実は2019年にこの荒井さんは一度県議会から除名処分を受けながらも、荒井さんは不服申し立てを行って、翌2020年8月には県が除名処分を取り消しています。要するに一応現状としては、荒井さんに議会からの法的な形で町議の資格を剥奪することができなかったんですよね。そしてその上でリコールをされてるんですよ、新井さんは。つまり違法性を争う場というのは裁判だって、リコールはあくまでもその地位にふさわしいかどうか、適当かどうかについて争うもんなんですよね。そして特にリコール請求については、その理由などが法定されていない以上、有権者があの人の政策のここがおかしいと思えばリコール制度を利用できるのは当たり前なんですね。そしてそのリコール請求の場で主張されているリコールの理由などがとんでもない、例えば個人的な恨み事であった場合には、それに賛同する人が少ないのでリコールは基本的には失敗するわけですよ。まあ、したがってリコールについては別にどんな理由で請求してもいいわけですよね。しかし立憲民主党の生方議員というのは、自分の気に食わない考えを持った知事がリコールする、これだけでもアウトだが、このようにリコール制度を無視した独自の発想を主張されている。で、これはですね、一般市民がリコールとはこうあるべきと意見を主張するのならまだいいんですが、権力者たる国会議員がこのような主張をするのはダメでしょう。明らかに国民の権利を制限しようとする方向の発言ですから。不適切なリコール活動があったと思われるからといって、それに絡めて国民の権利を不当に制限しようとする発言を平気な顔でする、これは国会議員としてはどうなんでしょうかね。で、例えばですね、学術会議新会員任命拒否問題において、菅総理に対して、まあ、こんなことを言う人いましたよね。すなわち、まあ、このように新会員任命拒否をするならば、それがどん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 エスカレートして、
今度は学問の自由を直接制限しかねない。まあ、このように菅総理の行為について萎縮効果などを主張する人もいましたが、産方議員のようなある事件に関連して本来ある国民の権利を一方的に制限するかのような発言、これをダイレクトにする方が私にとってはよっぽど恐ろしいもんだと思うんですけども、皆さんはどんな風に感じられたでしょうか。ぜひともね、何かご意見ご感想ありましたらコメント欄の方にお寄せください。そしてぜひともチャンネル登録高評価もお待ちしております。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。